キャンディスヒルはアメリカ合衆国、コンヤーズ出身の陸上競技選手。専門は短距離走2015年に100メートルで10秒98の U18、世界最高記録を樹立し、史上最年少の16歳で10秒台をマークした選手である。100メートルの自己ベスト10秒98、200メートルの自己ベスト22秒43は共に U18 世界最高記録。300メートルの自己ベスト36秒56は元、U20 室内世界最高記録。小学生の頃から足が速く、学校のレースでは毎回大差をつけて優勝していた。13歳だった中学1年生の時に初めて公認レースに出場し、その後はダイナミックスピードエリートトラッククラブの一員として、 全米ジュニアオリンピックなど大きな大会で優勝する活躍を見せた。ロックデール軍立高校に進学すると、初年度の2014年から、ジョージア州選手権の女子100メートルと女子200メートルを終身記録で優勝。ニューバランス全米大会も女子100メートルと女子200メートルで優勝するなど活躍し、2013から 2014? シーズンのゲータレードジョージア州高校最優秀女子陸上競技選手賞を受賞した。翌年の2015年も勢いは止まらず、ジョージア州選手権は自身の持つ州記録を更新して2年連続の優勝を飾った。2015年6月13日のダイヤモンドリーグアディダスグランプリの高校青招待レース女子100メートルにおいて向かい風の中で11秒21の 自己ベストをマークすると、一週間後のブルックス PR、招待女子100メートルでは、自己ベストを大幅に更新する10秒98のユース世界最高新記録を樹立。昨年ケイリン・ホイットニーが樹立したユース世界最高記録及び全米高校記録を更新し、ユースの選手として初めて11秒の壁を破る快挙を達成した。また、これは、 ジュニア世界歴代3位のタイムでもあり、2011年にイングリッシュガードナーが樹立したジュニア全米記録も更新した。高校のトラックシーズン終了後、2014から2015シーズンのゲータレード、全米高校最優秀女子陸上競技選手賞を受賞した。30年の歴史を誇るこの賞において2年生での受賞は、 マリオン・ジョーンズ以来史上二人目の快挙となった。その後、各スポーツの最優秀選手の中から選出される、ゲータレード全米高校最優秀選手賞の女子部門を受賞した。2015年7月の世界ユース選手権では、女子100メートル準決勝で11秒16をマークし、一つ、前の組でカリファ・セント・フォートが樹立した、大会記録を0秒08更新すると、 決勝では準決勝のタイムをさらに縮める11秒08をマーク。カリファ・セント・ホートとの優勝を争いを0秒11差で、制し、初の世界タイトルを獲得した。女子200メートルには、今季世界ランク3位の自己ベストをもって臨むと、決勝では自己ベストを大幅に更新する22秒43のユース世界最高記録を樹立。 先月、ケイリン・ホイットニーがマークした22秒47を更新しての優勝を成し遂げ、100メートルとの大会2冠を達成した。今シーズンの大活躍により、国際陸上競技連盟の新人賞、全米陸上競技連盟のユース最優秀選手賞、トラックフィールドニュースの高校最優秀女子選手賞など、数々の賞を受賞した。二千十五年十二月にアシックスと十年の 長期契約を結び、史上最年少の16歳で、プロ陸上競技選手となった。なお、もしもプロにならず、将来大学で競うことを考えた場合、南カリフォルニア大学か、フロリダ大学への進学を検討していたという。2016年6から7月の全米オリンピックトライアルでは、女子100メートルは、決勝進出に0秒04、女子200メートルは、 決勝進出に0秒07届かず、共に準決勝で敗退し、リオデジャネイロオリンピック出場を逃した。2016年7月の世界 U20 選手権では、女子100メートルに U18 の選手ながら今季 U2 0世界ランク1位の優勝候補で出場した。準決勝で11秒12の大会大記録を樹立し、2000年サンティアゴ大会で、 ベロニカ・ギャンベルがマークした記録に並ぶと、迎えた決勝では準決勝のタイムをさらに縮める11秒07の大会新記録を樹立。地元ポーランドの選手であり、60メートルの室内 U20 世界記録保持者である優勝候補のエヴァスボボダを0秒05抑えて優勝した。この種目でのアメリカ勢への優勝は2008年。 ブイドゴシチュ大会のジェネバタも以来となった。アンカーを務めた女子400メートルリレーは43秒69で優勝に貢献し100メートルとの大会2冠を達成した。2017年3月4日の全米室外選手権女子300メートル決勝で36秒56の U20 室外世界最高記録をマーク。2007年に フランセナ・マッコロリーがマークした36秒67を更新し、シニアの全米選手権で初の表彰台となる3位に入った。ありがとうございます。